また教育関係はですね、キッズランド、これ子どもたちの外と中の遊び場をまず作っていきたいということと、引き続き学力向上策は、新たなるギガスクールの対応も含めて、対応してまいりたいというふうに思っております。また、中学校単位ですね、教育特区、私たちの中学校は学力向上を目指します。いや、うちの地区は ICT をもっともっと推進したいなどですね、学校ごとの特色を持って、特色あるですね、教育活動ができますように推進してまいりたいというふうに思っています。